別会計こそ日本の裏帳簿だと石井は主張した。その額年間330兆円。特別会計は国会でほとんど審議されることなく、内出の小槌のように各省庁に流れていく。その行き先を決定するのは一部の政治家と官僚たち。国民には見えない税金の行き先、ある時石井はそれが特殊法人であることに気づく。税金が特殊法人を通って私的なものになっちゃう。政治家と官庁が結託しちゃった。そんなことあってもこれは話せない。ごまかそうが詐欺しようが責任はないんだから。民間の人もそんなことやったらすぐ詐欺事件で警察から引っ張られちゃう。ところが行政がやってるやつは法律がないもんですから、もうやりたい放題ですね。政治家が都道府県から出てる仲介役になる。あの何々先生のおかげで予算が来たとか来ないとか、多かったとか少なかったとか、特殊法人を仕事を全部民間に出して経済を活発にするんですよ。石井が訴えたこの国の病を誰もが少しずつ感じ始めていた。しかし石井浩樹は殺された。